はい、本日は河野孝行選手、南海ホークスでございます。こちらの映像はプロ入り9年目、1982年オールスター戦での様子です。角源氏投手の投球がですね、ちょっとうちに来てちょっとこれ怒ってるんですかね。まあ続きはね、後ほどということで、以前ね動画上げさせていただきましたジャイアンツ、この和正選手はですね、孝行選手のね実のお兄さんというわけで、兄弟でね共に1000本安打をね打ったね選手なわけなんですね。そしてですね、兄和正選手とね同じようにね、追いかけるようにですね、高校は愛媛県の八幡浜工業高校に進むわけですがね、甲子園にね出場することはできなかったんですね。そして迎えました高校3年、1973年、こちらドラフト1位の面々でございますが、阪急ブレーブスが江川卓と作新学院高校時代ね1位指名したこのね年なんですけれどもね、もっとねちょっと話題になったのが、小林投手がですね、愛知学院大学なんですかね、まあね巨人ドラフト1位ということなんですけどね、まあこれをね唯一蹴った男としてね、ちょっと話題にもなったんですよね。そしてですね、南海ホークス3位ですね、河野孝行選手をね指名しているんですよね。2位の山倉和弘星がですね、東北高校時代指名されてるんでね、これねちょっとね入っていたらねどうだったんかなというところはございますよね。そしてですね、南海ホークスドラフト1位、こちら藤田学選手とね、なんとね四国の高校から、まあ、愛媛の高校からね2人もね指名されているわけなんですよね。この選手入団当初のね背番号は32番で、最初の2年間というのはね1軍でのね出番はほとんどなくね2軍暮らしが続いていたわけなんですが、なんとね2年目の75年シーズン当初に、こちら島本浩平選手がですね近鉄バファローズへトレードとなりまして、背番号8がね空いたということでね、まだ2年目、なんとね1軍では9試合でヒット1本だったね河野選手がね背番号8をね背負うことになったわけなんですね。背番号が8になりました河野選手、3年目の76年には1軍定着、49試合で2割1分3厘というね成績を残されております。当時の南海ホークスセカンドのレギュラーはこちら桜井輝秀選手で、73年には277連続守備機会無失策などとね記録もございまして、ダイヤモンドグラブ賞もね2回ね受賞しております名手だったわけなんですが、このね77年は97試合で2割3厘とね調子をねちょっと悪いわけなんです。その77年、この選手4年目になるわけなんですがね、110試合で2割6分7厘とね桜井選手をねちょっと脅かすね存在になったわけなんですよね。兄の和正選手は1軍で100試合超えがねプロ入り5年目だったわけなんでね、弟のね孝行選手はね1年ね早くね100試合ね出場してるわけなんですね。そして5年目の78年ね、初の規定打席一投達、まあね兄の和正選手はね8年目でね規定打席ね初到達だったんでね、それよりね3年早いわけなんですが、107試合で2割4分6厘、そしてリーグトップの23犠打をねマークしたわけでございます。そして6年目の79年には125試合出場、打率3割、13本塁打、25盗塁をマーク。そしてですね、お兄さん和正選手が打てなかった、ね、3割をねプロ6年目にして、ね、達成したわけでございます。そしてですね、この年は兄弟揃ってオールスターにね出場するわけなんですよね。まあ年齢差がね4歳ということもあってね、この年がね唯一ね2人がね揃ってねオールスターにね出られたね年だったわけなんですね。そしてですね、7年目はねセカンド以外もねサードとかショートとかちょっといろんなポジションもね守ったことでね、打率が2割3分1厘にね加工したわけなんですよ。しかしながらね8年目はねまた主にね、セカンドを守ったということでね2割7分2厘とね復活するわけなんです。やはりね一つのポジションでね固定してねやるっていうのがね河野選手の場合は良かったんですかね。そしてねこちらは冒頭の続きのね82年のオールスター戦でのね各現地に対するね河野選手のねバッティングの様子なんですがね、この年はですね130試合ねフル出場、それもね全てセカンド、打率2割7分7厘、6本塁打というね成績を残されているわけなんですが、ここは見事にねライト線へね河野選手ヒットでございます。ここねスローでねもう一遍出るわけなんですが、綺麗にね右に打ってますよね。一塁ランナーのね足の速い島田誠選手はですねすかさずというかね、三塁へね進んでいるわけなんですよね。そしてですね、一塁守ってるのがねセリーグ阪神掛布選手ですね。まあねこのお二方はねちょっと同級生なんでね、なんかね一塁ベース上でねお話をされてるっていう感じですよね。そしてですね、このノアとながら一塁さん、ちょっとここからねおまけ映像になるわけなんですがね、この大宮選手が打ちましたショートゴロ、6
4、そしてですね、ファーストへ渡ってね、そしてね、掛布選手がね、ホームへ投げてね、なんとこれトリプルプレーになるわけなんですね。そしてね、プロ10年目、83年はね、藤原選手が引退されたということもあってね、トップバッターを、ね、打つ機会が増えましてね、15試合連続得点、19試合連続安打の、ね、記録を、ね、マークするとともにですね、これちょっとすごいなと思うのがですね、当時のプロ野球記録にはなっているんですが、9試合連続初回先頭打者安打っていうから、ね、これなかなか、ね、打てないんじゃないかなと思うんですよ。そしてね、126試合で2割5分8人11本塁打の、ね、活躍をされたわけなんですね。そしてね、11年目の84年ね、こちら外国人選手ドイル選手を獲得しましてね、ドイルをセカンドで使うということでね、この選手センターへ、ね、コンバートというわけなんですが、ご本人はですね、競争させてくれ、セカンドで勝負したいというわけなんですがね、それちょっとね、却下されてるというかね、センターやれっていう形になったんですよね。そしてね、この年から、ね、ちょっとおひげを生やされているわけなんですが、これはですね、そのコンバートに対するね、反発からもっていうのもね、あったみたいらしいんですよ。そしてね、センターでも活躍、この年もね、130試合、全試合にね、出場、打率2割9分6厘、14本塁打のね、活躍をね、されたわけなんですね。通常見るとね、打率はね、2番目にいいしね、ホームランはキャリアハイじゃないですか。反骨心というのもあったんでしょうけど、センターでね、ちょっとね、こう、守備のね、負担がね、楽になったっていうのもね、プロ11年目なんでね、その辺もね、多少はあるんじゃないかなって、ちょっと思ってしまうところはありますね。そして13年目の86年にね、また慣れましたね、セカンドへ戻って114試合で2割6分3厘、5本塁打。そしてですね、14年目となります87年、規定打席には届かなかったわけなんですがね、108試合でね、打率3割1分2厘、5本塁打のね、活躍をされたんですね。プロ15年目となります88年、こちら、湯田美玲選手のね、台頭などもありましてね、ファーストを守ることになり、121試合で2割7分6厘、5本塁打、この年がね、南海スポークス最後になるわけなんですけれどもね。そしてね、プロ16年目、これはね、福岡大ホークス初年度なんですけどね、ファーストにはね、外国人アップショーというね、選手を取ってきてね、出番が激減するわけでね、64試合2割1分6厘ということでね、この年でね、引退されるわけでございます。この選手、通算成績は1552試合、1384安打、85本塁打、141盗塁、打率2割6分8厘の成績を残されております。お兄さんの和正選手より、大体ね、打撃成績はね、弟のね、高木選手の方がいいわけなんですが、和正選手はね、勝っていたのはね、ホームランとね、盗塁というのはね、上だったわけなんですね。本日は兄弟選手でね、揃ってね、4戦打数、1000試合以上、1000本安打をね、達成しました、南海ホークス、河野孝行選手でございました。最後までご視聴していただき、ありがとうございます。では、